それでは続いてのお便りです。ヤガミンの生き延びて見せる絶対絶命都市3パート6、狂った街並み見慣れた景色より、こちらはね、なんともね、難しい感じですよね。ですね、15分27秒のコメント。場合によっては車で逃げる必要もありだと思う。これね、ほんと難しいんですよね。結果論なんですよね。逃げ切れたら、車で逃げて正解だったってなるし、ただまあ今回災害マニュアル読んでいる通りで、様々なところでその地割れ等が発生してしまって、その本当にマグニチュードなんだ、その7を超えるような大きな地震になると地割れっていうものが存在するので、その地割れの結果、どうしても車での移動ができなくなった、なのでしょうがないのでそこで車を乗り捨てた。この時点でそこを次に通ろうとした人に何が起きるかっていう話なんですよね。まあもちろんその自分目線で考えるとね、車で逃げるってすごい有効だのショットだと思うんですけど、だからね、ここら辺はね、ダメだと思うっていう言葉が正解でもなくて、いいと思うも正解ではなくて、なんかあくまでその時の災害と環境をしっかりと客観的に見た上で、その時に取れる行動を取っていただく。ただ今までの大震災の前例から言うのであれば、車で逃げるのはあまりお勧めできないっていうのが今回の話だと思いますので、まあないのが一番なんだけどね、どっか片隅に残しておくと何かがあった時にいいのかなって思ったりしました。というところでございまして、いや、難しい問題でございますな、ここら辺はね。前回がね、舐めたラジオだったから今回はしっかりやったよ。本編どうぞ。はい、やがちゃっちゃ、はじめましての方はじめまして、そうじゃない方かも、なんか、はじめまして、ね。やがみはやてがお送りします、絶対生き延びてみせる絶対絶命都市3、パート10というわけでございまして、前回はですね、ほとんど私が触らない感じでね、さきさんの歌を聴いてりなんていうようなですね、シーンが続くような感じだったわけでございますが、今回はですね、物語の続きというわけでございまして、さきさんが昔お世話になった、さきさんが看護師をやってた時の、病院の院長先生、に会いに来ましたというわけでございまして、そこの物語の続きをやっていきたいところなんでございますが、ここでですね、もう私の実況を見てね、絶対絶命とシリーズを1から見てくれてる人っていうのもいるんですかね、中にはね、いてくれたりするんですかね。本当にね、ありがたい気持ちとともにね、物好きなんですねっていうあれなんですけど、なんか絶対絶命都市シリーズのね、実況他にもあるからね、なんか本当になんかごめんねとありがとうひたすら繰り返したくなる気持ちで胸がいっぱいになるところなんでございますが、どこだったかな、ここで絶対に取っといてもらいたいコンパスがあるんですよ。ベビーコンパスじゃねえんだな、お前じゃねえんだなと。それでもないよな、靴だもんな。で、靴とこれがホテルスタッフ帽、違うな、これどこら辺だったかな。なんかね、マッピングしようと思ってたんだけどね、なんかね、実はだだっ広くてね、あばばばばばってなったんだよね。とりあえず、東地区市民新聞ですね、これは持っといてと。これね、もうちょっとね、先に行っちゃうとね、イベントが発生しちゃうんだよねと。あれれ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 れ、位置マッピングしようとしたときに、なんだこんなところにあるんだったらすぐ見つかるじゃん、じゃあマッピングしとかないでもいいや、へてへぺろみたいな感じですり抜けたんだよな、ここらへん。絶対にこれはね、取っといてもらってね、なんかね、哀愁漂っちゃうと思うんだけど、絶対にこれは確保しといてほしいってアイテムが一個あるんですよ、ここに。ちょっち待ってね、いや、こんなところまで来てねえもんな。ね、そうそう、あやみちゃんにも怒られちゃう、病院に行くんじゃないんですかって怒られちゃったよ。これも繋がってねえもんね。あれよね、いい感じにコンテナがね、道を塞いでるって感じだよね。なんかこの中に駅殿あるんじゃねえのお前。ね、というわけで、まだまだ探してるわけですが、あそこの3個、なんか1回取りゃよかったな、矢印が出てんの紛らわしいわ。あーそこっぽい、あ、ここっぽい、ここっぽい。これ、違うな。ちょっと一個一個取っていくか。デニッシュカツラ、あ、そう。これじゃなくて、これだ！陣内コンパス。ですね。絶対絶命都市1の陣内のトレードマークであるカメラとタバコ。ね、これはもうね、ここから先はね、最後までちょっと陣内コンパスで行かせていただきたいなと思うわけでございますけども。
ね、これをね回収するためだけにねあちらこちら探してねちょっといろいろうろちょろしてました、すいませんでしたね。というわけでございまして、先にですね先ほど手に入れました、東地区市民新聞読んでいきましょう。先週末セントラルアイランドで行われたパレードには過去最多の54団体の出汁が参加した。開催期間中の来場者は20万人を超え大いににぎわいを見せた。中でも高さが30メートルあるというセントラルタワーのマスコットキャラセンタロウの出汁が訪れた人々の注目を集めていた。パレードは市役所前から中央記念公園までの道路を交通制限して行われたと。なるほど。というわけでございまして、でここのイベントでございますがですね、目の前正面にございます入り口に入ろうとするとイベントが展開していきますのでこちら向かっていきましょう。さあさあ病院前に3人が、お壁すごいですね。こんなことに。ここが私が勤めていた病院よ。1階に外科の処置室があるの。そこへ行けばきちんとした治療ができると思うわ。治療？昨日の傷痛むんでしょ？ええ、実は少し。院長先生のことは気になるけど、まずはあやみちゃんの治療が先ね。崩れてこないうちに済ませましょう。看護師の鏡。さあ病院の耐震性読んでいきましょう。厚生労働省によると国の耐震基準を満たしている病院は全国で半数に過ぎず、災害拠点病院でも6割しかないことが分かった。これ確か今7割ぐらいになってるはずですね。これもしかしたら絶対絶命都市の4とかでまた見れたらね更新されてるのかもしれませんね。災害時の救急医療はその拠点になる多くの病院が崩壊して機能しないのが現実である。まあ4割崩れちゃうわけですからね、2009年時点で言えばね。病院はなんか崩れない感じのイメージありますよね。勝手な病院は崩れないようにできてるやろみたいな、なんか勝手ななんか盲信のようなものがある気がするんですけど、実際はそういかないんですね。おっかないところでございますと。さあ、ここでですね、やっていきたいところとしては、まずですね絶対にゲットしておきたいアイテムがございまして、それがですねよいしょと、ここですね、大型バックパックね。これでですね、バックパックがマックスのものになりますので、まあこのゲーム言うほどバックパックいらねえじゃんって言われたらそこまでなんですけどね。いらねえじゃんって言われたらそうなって俺もちょっと返すしかないんですけども、というわけでございまして、この後のところのね、よいしょ、またちょっと久々にここで手に入るのあれじゃなかったっけ、くだらないアイテム、あったあった、週刊ノベル2ね。というわけでくだらないお時間がやってまいりました。週刊ノベル2も読んでいきましょう。新連載小説冷静なる心臓。目の前の物体が半時計回りに回転しながら向かってきている。それは一つや二つではない。振り向けば同じように俺を目指して飛んでくる大量のそれが見えるだろう。だが俺は振り向くという選択が絶対に間違っていることを理解していた。俺に向かっているのは無数の弾丸なのだ。しかし俺は冷静だった。この状況で取り乱すことなく無用なストレスを感じないでいられるのは俺の最大の武器だ。俺はこの最中にそんなことを考えている自分に苦笑した。俺は弾丸をかわし物陰に転がり込んだ。敵は4人、おそらくネオ DAS の奴らだ。勝てない相手ではない。だが今の俺の最大の敵は俺の中にある俺の心臓が止まるまであと8時間35分22秒なのだ。喋ってる間にもっと秒数減るんじゃない？よいしょ。ね、というわけでございましてですね、こちらのベンチ横のですね部屋に入っていきやしょう。よいしょ。診療室でございますね。診察室か。消毒をして鎮痛剤も打っておいたわ。これで様子を見ましょう。ありがとうございます。だいぶ楽になりました。よかった。私、院長先生が残っておられるか確かめたいから、あなたたち外で待っててもらっていい？院長先生には随分お世話になってたから気になっちゃって。まあここはそう言われたら出てくしかないですよね。はい、わかりました。それじゃあ病院の外で会いましょう。
邪魔しない方がいいみたいですね。外で待ってましょう。まあ、こればっかりはね、その昔からの関係性とかってとこにね、他人が横から口出すもんじゃないかなというふうに思いますからね。ここに関してはまあ概ねというか同意ですね。というわけでございまして、病院の外で待っているわけな二人でございますが、サキさん大丈夫でしょうか。もし大きな地震が起きたらこの病院も危ないと思うんですけどね。というわけでね、大きな地震なんてそうそう起きないよ。でもこれだけの状況でこの発言が出るんだったらもうでけ玉ですよこれね。さあというわけでね、まあこれちなみにですけども、上2つがね先に対して、下に2つがあやみに対してっていう感じなので、まあこれに関しては心配しておきましょう。確かに心配だね。大丈夫だろうか。そうですよね。どうしたの。やっぱりサキさんが心配です。一緒に迎えに行きませんか。まあということだったらね、これに関してはね、病院が崩れるかもしれないっていうリスクがあっても含めて外に出てきてますから、ここで2人で一緒に入ってもしょうがないので、まあまあ自分一人でね見に行きましょうか。よし、それならこの僕が一人で行こう。本当ですか。ありがとうございます。気をつけてくださいね。さあというわけでございまして、改めて市民病院の中に入っていきました。さあここに関してでございますがですね、まあ、ここはもう原則やり取りがあるぐらいなもんなので、ちょっと進めていきましょうかね。とりあえずこれ左奥に見えます階段を上ってですね、4階に向かっていきましょう。ゴーゴー。さーてね、都合よくね、他の階は全部瓦礫があってね、あ、気づいたけど懐中電灯勝手にしまってる。夜寝て起きて懐中電灯しまいやがった。もうずっと懐中電灯持ちってるままマンにしようと思ってたのに。さあというわけで市民病院の4階にやってまいりました。さあ4階でございますけども、4階も先に進んでいくと、院長先生、ここにいては危険です。なんかあったんですかね。学者の方が話していました。この島はもう持たないと。私、奥様の搬送を手伝います。だからここから。本庄君、落ち着きなさい。いくら君が手伝ってくれても、美佐子を運ぶことは。外で私の友達が待っています。とっても情熱的で頼りになる人です。彼に手伝ってもらえば奥様を運ぶことができます。お、勝手に俺がいねえとこで約束やってんな、こんにゃら。さあというわけでね、とにかく出番だとばかりに早速に入っていきたいところですが、まずはね、さきちゃんとしてはまあ少しでもね、その院長先生と、あと美佐子さんですか、と一緒に脱出してもらいたいって気持ちがあるんでしょう。なのでね、説得するために部屋に入りましょう。院長、僕からもお願いします。島を出ましょう。誰だね君は。直樹くん、お迎えが来たようだね。さあもう行きなさい。でも。さあ年寄りの邪魔をしないで、行った行った。今二人でここにいられることが私たちにとって至福の時なんだよ。本庄咲、君は君の夢を追いなさい。はい、ありがとうございました。行きましょう。あれですね、美佐子さん完全になんか機械とかにつながってる感じでしたね。重病患者の対応、災害マニュアル手に入れていきました。読んでいきましょう。重病患者や足の怪我によって自力歩行ができない患者を移動させるには、車椅子やストレッチャーがあればそれを使用するが、災害時であれば土佐間に乗せられ、戸板に乗せる、毛布にくるんで運ぶ、リアカーを使うなどで移動させる。まあなんとかっていう感じですよね。まあもう先生がね移動しないっていう意思も伝わりましたし、
あとは1秒でも長くこの時間が続くことをね。院長先生って私にとって父親のような人だったんだ。よく私の歌を褒めてくれたっけ。地震。ストレスがちょっと上がった。何？何が起こって？院長先生！ねえ、しっかりするんだと励ます。さすがに助けられなかったと思うよと慰める。派手に崩れたなと妙なところで感心する。しっかりするんだ。そうね、院長先生と約束したんだよね。とにかくここから脱出しましょう。さあ、道がとね、閉ざされただけなのか、院長先生に何かあったのかまでは分かりませんが、ただ今はね、院長先生の約束を守るためにはサキさんと一緒にここを出ることが一番大事なことかと思いますので、さあここに関してですね、攻略ですけども、煙がない時に飛ぶだけですね。はいはい、よいしょ。もうこんだけでございますね。でここでございますがですね、ちょっとね、この後のね、冗談をやりたいがためのね、 HP じゃねえな、ちょっと飲料水だけ飲んできますね。さあ、ここのドア開けるとですね、イベントが発生してストレスが急上昇します。よいしょ。はい、さーっと開かない。じゃあ連打だ連打だ。よいしょ。さあもう一丁、せーの、よいしょ。あ、これクロックタワー2で見た。危ない。大丈夫？勢いに身を任せてたらね、ま、非常階段が崩れてるなんて。これ本当に危なかったですね。どうにかして下に降りられないかな。下の階に繋がっている場所があるといいんだけど。そう言われるとね、非常階段がない以上、あと繋がってるところで浮かぶとこっつったら一箇所あるにはあるけどもという感じですかね。さあ、さらに瓦礫が崩れてもう戻れなくなった。さあ、エレベーターなんですけども、エレベーターはですね、今動いてない状態ですね。市民病院エレベーター昇降路というわけでございまして、本来ね、エレベーターが移動する場所なんでございますが、ここをですね、来てみますと、よいしょ、一回ちょっと視点に切り替えますけども、奥に階段がありますね。さあ、というわけでございまして、なんとかこの鉄骨をですね、渡ってですね、よいしょと、階段から降りていきましょう。階段ってはしごですね。ここからなら下に行けそうね。上にはエレベーター。あれが落ちてきたらひとたまりもないわね。お、一級フラグ建築士かな。あら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 、こんなとこで。あれ、なになに、あれれ。これは大ピンチ。とは言いつつも、アナログパッドを下に下ろしとくことしかできない。ダッシュも何もないから。さあ、上からエレベーターが迫ってくる。1フロア1フロアで引っかかってる音が聞こえるが、ちょっと怖いところ。さあ、というわけで階段を降りたらすぐにここのね、柵の上に登ってと。ふう、危ない。危ないところだったわね。さあ、ようやくね、ね、なんというカメラ視点から始まったのでしょうかといったところでございますけども、さあ HP がいよいよ底をつきそうでございますね。視界が非常に悪くなってまいりました。でもここにあるの服とかだけだもんねーと。さあ、とりあえずここのね、非常口から出てしまいましょう。
さあ市民病院敷地内というわけでございまして、無事脱出できた模様です。あやみちゃんは大丈夫かしら。あやみちゃん元気？いたいた。よかった。大きな地震の後火の手が上がったから、私不安で。大げさだな。僕は誰だと思って、心配かけてごめんね。心配かけてごめんね。あやみちゃんありがとう。ところで院長先生はいらっしゃらなかったんですか。院長先生は奥様とご一緒よ。これからもずっと。直樹くん、君がいなかったら私戻ってこられなかったかもしれないわね。ありがとう。これからもよろしくね。仕方ないな、面倒見てやるよ。さき、こちらこそよろしく、さきさん。こちらこそよろしく、さきさん。あやみちゃんもよろしくね。はい、こちらこそ。それじゃあ東地区の避難所に向かいましょう。ここからならそんなにかからないわ。さあというわけでマニュアル55火災の発生、これ新しいやつ？ああだね。地震発生時に火災が発生することがあり、この火災が延焼し大災害となる危険性がある。通電火災といって、地震数日後に電力が復旧したときに電源がオンになっている電熱機器から出火したことが阪神・淡路大震災では起きているね。え、みんなにとっては助かったって思うその瞬間に新しい火災が起きているって考えるとね、おっかない話でございます。さあね、体力回復してあげないのと、ね、思ってる方もいらっしゃると思いますけどね、ここにベンチがございますので彼は大丈夫です。ベンチに座ったらどんな怪我もどんなストレスもすぐなくなるんで大丈夫です。ふぅね、ずいぶんね、あれですね、さっきさんのね位置が近い感じになってきましたね。さーてと、あのね、ちょっとあれですよね、ここ最近ちょっとセーブの回数が増えてるんですけど、この後ぐらいにねバグあるんだよね。あのフリーズバグあるんだよね。なのでちょっとフリーズバグをね見越してねこんな感じでやってるんですけども、というわけでと。でここにあるアイテムはね、指揮官コンパスだけか。あとは服だからいいや、ゴーゴー。さあというわけで進んでいきましょう。さあね、そろそろね避難所が近づいてきたのかなといったところでございますけども、この先の物語ではですね、あの久々にまたあのキャラともね会えたりするといったところでございまして、いよいよですね、市役所付近にやってまいりましたね。午前中から随分時間が経過してね、お昼過ぎたところでございます。ここはねシーン的にもねなんかいろいろと言われてるシーンだったりするんですけどあのここはね通して見ていければなと思っている次第でございます。さあとりあえずですね、ここにあるアイテムは全部コンパスとか衣装系なので、今回はスルーさせていただきますね。コンプは目標としておりませんのでと、よいしょで、うまいこと踏ん張りつつ、よいしょよいしょ、そこにねちょうどトラックがかかってる橋みたいなところがありますので、ここもうまく登っていってと、よいしょ。さあガンガン先に進んでいきましょう。さあね、あのね目の前にある茶色い建物が市役所でございましてね、そろそろ市役所が見えてきたところでございます。さあこの市役所をね先に進もうとしますと、また新しいイベントが発生いたします。セントラルアイランド市役所ね、というわけでございまして、さあここでどんなことが待っているのか。ここが東地区の避難所。救助のヘリコプターはまだ来ていないみたいですね。何何何何？
どった？あら、何よあなたたち。おい、食い物を出せ。隠すんじゃないぞ、全部よこせ。おお、強盗かてめえこの野郎ね。まあここに関してはね、刺激しちゃダメなんで、食料は渡すから彼女たちから手を離せを選びましょう。食料は渡すから彼女たちから手を離せ。よし、さあよこしな。さあ、というわけで食料を全部渡しましたが、たったこれだけか。こんなんで足りるわけないだろう。おいお前、彼女たちを助けたかったら食い物を持ってこい。避難所に来たっていうのに食料の配給もない。こっちは昨日から何も食ってないんだよ。みんな同じでは。お前の前にも食料を取りに行かせた奴がいたんだが、一向に戻ってこなくてな。あの女、生徒を置いて逃げたんだろ。教師って言ったって自分の身が可愛いんだろ。女教師？ん？聞き覚えがある響きですね。なんて人たちなの？話しなさいよ！そいつが食い物を持ってきたらな。おい、何してる？早く食べる棒を探してこい！さあ、というわけでまた新しい展開ね。もうね、捕まってる状態ですけどね。なんて人たちなの？うるさい！こんな状況なのに救助も来ないんだ！平静でいられるかよ！会話ができるぐらいの言う通りの捕まえ方なんですね。なるほどなるほど。さあ、というわけでございましてですね、なんとかですね、市役所まで来たのですが、2人が囚われてしまいましたね。この人たちを解放、この2人を解放するためには食料を持ってこなきゃいけないらしいですね。というところでございますが、そこの物語はまた次回この動画で見ていきましょう。というわけで今回はこの辺で、ここまでのお相手は私ヤガミンがお送りしました。ではまた次回動画にお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。お疲れ様でした。